はい、また新しいスマートフォンが到着しましたので紹介したいと思います今回紹介するのはこちら、Xiaomi の Note 9です、はい、こちらのレドミノート9は、まあ、日本でも、ね、人気のノート 9S という、ね、端末がありますそちらの、ね、下のモデルになります、まあ、日本では販売していませんこれは、ね、グローバル版になりますそれとです、ね、先週私が紹介した、ねえー、こちらはレドミ9という、ねえー、モデルになりますこれの上のモデルになりますこちらは、ね、いわゆるノートなしの9というモデルになります はい分かりやすく価格順に並べるとこんな感じです、今回紹介ですね、レドミノート9は真ん中のモデルになりますけれども、これはですねだい、えー、1い8000円からあ2万円ぐらいの価格帯ですね、まあ、3ギガのモデルというのがありまして、それは1万8000円ぐらいです、で4ギガが2万円ぐらいになります。 でこれがね前回紹介したレドミナインですね、これは1万6000円、4ギガで1万6000円、3ギガで1万、まあ、3あ三千円、1万4000円ぐらいですかね、えー、ぐらいの価格になります。でこれはねノートナイエスなんで、これは日本でも売ってますので、2万5000円で4ギガのモデルがまあね、購入できるということになりますので、非常にこうね、えー、狭い価格帯の中に、えー、同じねこのレドミナインシリーズがこう並んでいるということで、えー、前も、ね、言いましたけども、これ単体で見ていれ、ね、この端末も非常に、ね、コストパフォーマンスの高い端末なんですけども、まあ 1000円出せばこれが買える2000円出せばこれが買えるっていうの、ねえー、形になってますので本当にね、えー、意外と選択するのが逆に難しいんじゃないかなというようなねそのぐらいねこの格安スマホの価格帯を完全制覇しているレドミノシリーズになりますはいでね今回紹介するのは、まあ、4ギガのね128ギガバイトのモデルになりますさらにね NFC 付きのモデルになりますでこれ一部ね NFC がないモデルなんかもありますのでご注意くださいはいそれではねとりあえず開けてね中身を見ていきましょう はい、中に、ね、箱が入っています、本体は後回しにしていきましょう、同コン物から見ていきます、まあ、これも別に紹介するまでもないんですけど一応タイプ C のケーブルと、えー、EU プラグですね、どうしてもグローバル版なので EU プラグが入っています、はい充電器の方はね22.5ワットていうね謎の充電器になっています、えー、本体の方は18ワットの急速充電に対応しています、あとは SIM ピンですね、えー、それともうこれも同じようね、えー、説明書が2枚。 あとはあ、柔らかいですね。えー、透明の TPU ケースになると思いますけども、これもおなじみの、そうですねやっぱり柔らかい TPU ケースがついています。ディスプレイについて、ね、ペリペリにねスペックが書かれていますので、その辺ちょっと見ていきたいと思います。まあ、9S とね、ノート 9S と比べながらもちょっと見ていきたいと思うんですけども、カメラの方ですね、上からいきます。カメラの方が4800万画素のクワッドカメラということで、 ま、これは一緒ですね。えー、ノート 9S も4800万画素になっていましたので、ここはまあ一緒ということになります。で、先ほどね、紹介しました、先週か、先週紹介した、レトミー9については、あの、1300万画素のカメラでしたので、ここがね、やはりちょっとノートシリーズということで、4800万画素になりました。ただですね、これ実際センサーは違うものになっています。ノート 9S の方が新しいサムスンの4800万画素のセンサーになっていて、こちらはね、 1>, えー、1つ前の4800万画素のサムスンセンサーになっていますので同じ4800万画素なんですけどもセンサーはあーちょっと古いものになっています、まあ、このあたりもです、ねまあ、地味にコストダウンしてるなという感じがしますね、はい、あとインカメラの方も、ね、1300万画素の、まあ、パンチホールの、ね、カメラになっていますけども画素数がノート 9S は1600万画素ですねだここも少し、ね、スペックダウンしています はい。あとね、バッテリーの方は 5020mAh で、えー、高速充電ね、18W の高速充電に対応しています。まあ、ここについてはね、ノ、えート 9S と同じになってますね。 はい。ディスプレイのはね、6.53インチのフル HD プラスということになっています。ですので、えー、ノート 9S か。ノート 9S に比べると少し小さいですね。あれは6.67インチになっていますので。で、ゴリラガラス5ですね。ゴリラガラス5は、あーノート 9S もゴリラガラス5なので、ここは一緒です。ただ、下のモデルね、えー、前に紹介した Redmi9 についてはゴリラガラス3になっていますので、この辺はですね、ちゃんと、まあ、スペックを、ね、上げてきたものを使っているということになっています。 SOC はですね、えー、メディアテックのヘリウの G85 という SOC になっていますこちらの SOC はアンツツベンチマークでいうと、まあ、約20万点ぐらい、ねえー、スコアになっているようです ノート 9S の方が、ね、スナップダロゴン 720G っていうね、ねやはりここはちょっとやはりまあ、上のものになっていますし、まあ、ベンチマークスコアもねやっぱ上になりますので、ここでちゃんとねしっかり差はつけているかなという感じになります。で下のモデル、ですねレッドミー9はーヘリューの G80 だったんですけれども、まあ、アンツベンチマーク20万ということで、ここはね全然差がないんですよね。まあ、それれででちょっとこ,こからはよた話になるんですけれども まあ、あくまでもね、えー、私の妄想といいますか、まあ、海外のサイトに書かれていたことを参考にしてるんですけども、まあ、海外のサイトね、まあ、実際書かれてたんですけども、まあ、でもそれも、その書いた人のヨた話だと思いますけども、これ、ヘリオ G85 っていうのは、その G80 のなんか GPU だけをちょっとクロックアップして、えー、まあ、仕様を変えたモデルで、ほとんど一緒だっていうんですよね。 で、なんでそんな G80 と G85 ってほとんど差がないのにもかかわらず、別の SOC として発売してるって言いますかね、出してるかというと、まあ、どうやらリアルミーの 6i があのヘリューの G80 っていうのね、えー、使っています。で、それと差をつけるために、要は同じ SOC を使ったら、まあ、要は、なんていうんですかね、もう全く同じになっちゃうじゃないですか。で、その、 えとリアルミーの 6i っていうのはあのカメラも4800万画素なんですよ。で、これも4800万画素じゃないですか。だから全くその似たようなスペックになってしまって差が出ないと。これじゃあリアルミニ 6i に勝てないということになって、まあ、どうやらなんかシャオミがあメディアテックにお願いをして、この G85 っていうのを、まあ、作ってもらったんではないかと言われているという、まあ、よた話が載っていました。 ですのでね、その、まあ、パッと見、やはり G80 よりも G85 っていうね、そのナンバリングが上に上がってた方が、まあ、どうしてもいい SOC に見えますので、やはりこう、スペック表なんか比べた時に、まあ、見栄えがいいように、この G85 っていうのを、ま、作ってもらった。まあ、要は、なんていうんですかね、昔、あの、山田電機オリジナルパソコンみたいなね、実際カタログに載ってない商品なんかがあっ っていうことがね私も記憶にあるんですけども例えばその要は価格競争を避けるといいますかね頻繁が分かってるとそれを、まあ、例えばビッグカメラに持っていってヤマダ電機でいくらで売ってたからいくらにしてよみたいな感じでどうしてもその価格だけの競争になってしまいがちなのでやはりここで少し SOC、あの頻、ー、繁、so、を上げて、えーまあ、一応 上位モデルだというような、ね、少し上の SOC を使ってるんだよっていうところを見せて、まあ優位にね、えー、持ってくっていうところを含めて、まあ G85 っていうのを、まあ、作ったんではないかという話なので、まあ実際はだからヘリオの G80 と、まあほぼ一緒、アンツベンチマークでやってもほとんどね、まあ誤差の範囲の差しかないということですので、まあ一応そういうね、ちょっと曰く付きの、まあこれ妄想ですけどね、曰く付きの SOC になっています。 まあただですね、そんな、まあ、ヨタ話をね、ちょっと聞きながら、まあ見ながらね、そんなことを見ていたらですね、まあ最近なんかね、メディアテックとシャオミーがなんかん、まあ協力して、シャオミーのオリジナル SOC をなんか作るんだみたいな話がちょっとニュースでちらっとなんか見たような気がするんで、もしかしたらそういうところのね、伏線と言いますか、まあこういうことがあって、まあ自分自身でね、シャオミ i も SOC 作るっていうようなことになっているのかな、 っていうところにもつながってくるのかなということになりますのでまあこれは本当にね、えー、ガジェット好きのおじさんのま与太話ということで聞いてもらえればいいと思いますはいそれではねペリペリを剥がして本体を見ていきましょう はい、本体のね、感じはこんな感じです。まあ悪くはないですね。落ち着いた、ちょっと光沢ありますけども落ち着いた色合いで、まあ特にね、今回グリーンね、フォレストグリーンだったかな、あー色を選択したので、まあ意外と悪くないと思います。ただですね、これはですね、ガラスではないと思いますね。ノ、えートナインスは確かガラスだったと思うんですけども、これは違いますね。まあ、まあ、この辺もね、やはりね、えー、やはりモデルの違いといいますか、下のモデルというような感じだと思います。えー、カメラの感じは一緒ですね。えー、やはり真ん中に4つ 並んでるんで結構こう出っ張りもありますしね、えー、まあちょっとデザイン的にあんまりかっこよくないものになっていますただ指紋認証センサーがねここにあるんですねノ、えートナイエスはこのサイドにありますけれどもこれは普通に、ね、背面の指紋認証センサーになっていますはいサイダーを見ていきますまあこれで、ね、i m スロットですねでちょっとこのサイドのフレームもね若干やっぱ安っぽいですねあのプラスチック感が結構あります はい、下の方はあタイプ C の、ねえー、充電ポートと、まあ、3号のイヤホンジャックがありますね、マイクとスピーカーです。はい、逆サイドは、まあ、電源と、ね、ボリュームボタンになります。はい、上の方はこれマイクですね、でこれぱリモコンの赤外線が出るところだと思います。 はい、ディスプレイの方はですね、えー、ちょっと見て分かりますかね、一応、液晶の保護フィルムが最初から貼られています、これはねノート 9S もそうですし、まあ、最近のね、レロミシリーズは貼ってありますので、まあ、同じように貼ってあります、でこのね、えー、ところにわかるとおり、あのパンチホールカメラね、ねインカメラがあの向かって左側にあるんですね、でノート 9S は真ん中に、ねえー、あるんですけれども、そこにね、ちょっとね、デザイン的な違いもあります。 はい、ちょっとね、デザイン的な違いが分かりにくかったと思いますね。もう一度ね、言いますけれどもあのここにね、えー、指紋認証センサーがあるんですねノート 9S の方はそれがあーノート9についてはこの背面のここにあるってことですねでインカメラがーノート 9S は中央にあるんですけどもーノート9の方はね、えー、向かって左側にここにあるっていうことになります、まあ、ということでね、非常にパッと見似てますけども若干ね、やっぱりちょっと違ってるんですね はい、付属のケースを、ね、つけてみました、まあ、クリアな、ね、TPU ケースなので一応、背面のカラーはまあそれなりに生かせますけどどうしても、ね、光沢がなんか安っぽくなってしまうのは大体いつもそうなんですけどもそんな感じです、えー、カメラの出っ張り結構ありましたけどもケースをつけることによって、まあ、一応ほぼ面ですかねすごい中に引っ込んでるってことはないですけども一応その、ね、ガタつき等に関してはかなり緩和できると思います。 はいあとねレドミシリーズのこのケースがねちょっと嫌いなのがこのねやっぱキャップがついているというのが、ねね、充電もしにくいしあんまりかっこよくないということで個人的にはあんまり好きではないです、まあ、ただ、これハサミで切ってしまえばすぐ切れますので、まあ、気になる人は切っちゃうというのも、ね、一つの手かなと思います。ははいいそれでは立ち上げていきましょう はい。それではね、日本語を選択して特に問題なく立ち上がりました。まあ、私のチャンネルではですね、もうおなじみのシャオミさんの最初の画面になります。ちょっとね、シャオミ率が高いので、えー、もう見飽きているとは思いますけれども、こんな感じです。まあ、一緒ですね。もう入ってるアプリもみんな一緒ですね。ゲームが入ってます。これも一緒です、いつも。えー、あとね、えー、Facebook、WPS Office、Netflix、これももう一緒ですね。大体この、まあ、いわゆるこう、ちょっと余分なアプリという部分では、まあ、この辺かなと思います。あとは Google 系のアプリと、 Xiaomi さんのね、えー、まあ基本的なアプリが入っています。はい、まあ一応ね、ストレージの方も見ていきましょう。128ギガバイト中ね、110.44ギガバイトを使っています。 はい。あとはですね。まあ、m ー UI ですけども、まあ、最近ね、選べますけど、ホーム画面から、あー、ここですね。ホーム画面ってところを選ぶと、まあ、ドロワーとね、えー、今までのこう全部アプリがホーム画面に出ているものと、えー、Android のね、えー、よく使うドロワーと、一応2つ使い分けることができます。以前はちょっとね、できない端末もあったりしたんですけど、今だいたいできるようになったんですかね。一応じゃあ、ドロワーにしておきましょう。 はい、ドロワーにするとね、まあ、Android ではお馴染みのこうね、下からスタイプすると全部アプリがね、出てくる感じになります。はい、それではね、指紋認証センサーの精度を見ていきたいと思います。まぁ、あ、ノートナは、背面にね、あります。ちょっとやってみましょう。あれ反応しないな。ピッ。あなりましたね。ちょっとでも、あれ失敗する。あちょっとなんかあんまし良くないかもしれないですね。 ははいそれでは顔認証やってみましょうかあ。顔はもうすでに登録してあります。じゃあ画面オンにしてあ、一瞬ですね。もう全然一瞬。まあ、指紋よりも結構ねいいかもしれませんね。これの精度なら全く問題ないかなと思います。ははいそれではねカメラアプリの方を見ていきたいと思います。まあ、ただカメラアプリの方もねもうシャオミさんのアプリで何度も紹介してるので、ね、一緒です。上にねこ,こで AI のオンオフができます。HDR フラッシュ。 あと、レンズの切り替え、この下ですね。ここで切り替えることができますね。これで広角、標準、まあ、デジタルズーム2倍、えー。ちなみにデジタルズームね、写真の方は10倍まで一応行くことができます。このワンタッチで標準に、ね、戻せるのはいいと思います。はい。あとはね、上の設定を見ると、まあ、カメラフレームね、タイマー、この辺もね、よくあるものです。あとね、マクロ撮影ができます。あのマクロレンズ搭載してますので、えー、マクロ撮影が可能ですね。はい。ちゃんとオートフォーカスが効くマクロレンズになってます。 はい、次は動画の方行ってみましょう。動画はこんな感じですね、えー。当然、広角レンズでも動画は撮影が可能です。ただ、撮影が始まってしまうと、やはりね、レンズの切り替えはできません。これは他の端末もそうですね。えー、かなり上の端末でないと、撮影中にね、レンズ切り替えたりはできないんじゃないかなと思います。一応、これが最近ね、ついた、ちょっとこういうデジタルズームで、えー、ズームしたりね、引いたりする、なんかレバー的なものになっています。 動画のね、上の方の設定見ていきましょう。えー、マクロレンズでね、動画の撮影もできます。えっと、画質ですね。えー、フル HD の30フレームと 720p の30フレーム。60フレームの撮影と 4K の撮影はできません。はい、あとね、ムービーフレームついてますね。えー、ノートナインスにもついてましたけども、これもね、下のモデルですけども、ムービーフレームではちゃんと対応しているようです。 まあ、ムービーフレームっていうのはですね、まあ、あの、よくね、こういう、ちょっと実際はこうやって使うんでしょうけれども、ちょっと横長のね、えー、映画っぽい画角で撮れるね、えー、モードになります。 はい。あとはね、動画撮影時の手ブレ補正なんですけれども、設定を見るとですね、手ブレ補正のオンオフのボタンがあります。まあ、ですのでね、動画撮影時の手ブレ補正にも対応しています。下のモデルね、Redmi9 はね、えー、この切り替えのボタンもありませんでしたし、実際撮影した動画でもね、手ブレ補正効いていませんでしたので、やはりね、その辺は下のモデルとはしっかり差がついてるなという感じです。はい。それではね、下で撮影モードの方を見ていきましょう。まあ、とりあえずスローモーションですね。スローモーション撮影できますけど、 えーっとですね、720p の 120fps しか選択できないですね。もうグレーアウトして選択できないようになっています。はい、あとはね、4800万画素で撮影するモード。これはね、独立した撮影モードになってますので、まあ、非常に使いやすいんじゃないかな。ワンタッチで切り替えられますね。これはいいと思います。あとは、ポートレートモード。これは背景ぼかしですね。で、ポートレートの時に、えー、ムービーフレームも一応選択できますね。はい、こんな感じです。 あとは夜景モード、パノラマモード、プロモードになります。まあ、プロモードはね、ホワイトバランスとか、シャッタースピードとかね、自分で選択して撮影するモードになります。あとですね、ここにね、動画撮影時のプロモードも選択できるようになってますね。これはやはり、一部の端末でしか対応していないんですけれども、まあ、ノート 9S もですね、動画撮影時のプロモードに対応していましたけれども、ノート9もちゃんとね、動画撮影時のプロモードに対応しています。 はい。あとね、写真にね、透かしを入れる機能ですけれども、ノート9は対応しています。えー、無印のね、えレッドミー9はね、透かしを入れる機能がなかったので、まあ、あんまりそんなにすごいね、使う機能じゃないですけども、一応これにも対応しています。 はい。この動画はね、シャオミ i の Redmi Note 9のアウトカメラで撮影をしています。音声の入り方はどうでしょうかオートフォーカスの方は、はい。特に問題ないですね。はい。はい。うん。 ま、問題はない感じですね。はい。今回はね、シャオミのレドミノート9をね、紹介させていただきましたけれども、とりあえずね、カメラの方のまあ、動画撮影時の手ぶれ補正なんですけれども、まあ、今ちょっとね、雨が降ってる時期なので、外で撮影できなくて、サンプルがね、あげられていないんですけれども、動画撮影時の手ぶれ補正はちゃんとあります。 えー、で実際、この端末の方なんですけれども、まあ価格として1万8000円からあ、まあ、2万円アンダー2万円の、ね、格安スマホということになりますけれども、まあ、ほぼ最強じゃないかなというふうふに、ね、思います。 えー、カメラはね、4800万画素、バッテリーは 5000mAh を超えてます。ディスプレイのサイズも6.5インチでね、えー、今あの、の、まあ、スマホって大きいので、まあ、それにちゃんとね、対応しています。で解像度も妥協しないフル HD プラスですし、えー、急速充電ね、1 8トにも対応している、えー、防滴加工もある。 まあ一体あと何をねこの価格のスマートフォンに求めるんですかっていうレベルの話になるので、まあ、あのもう最近のこのレドミのシリーズってみんなそうなんですけどももう隙がないんですよね、この価格帯でこれ作っておけば問題ないだろうっていうレベルに完全に達しているので、まあ、そういう部分でいくともうね、えー、本当に逆に言うと、まあ、次何つけようかなっていう感じかなと、まあ、それぐらい完成度が高いという,ふうに思います。 ままあまたですねこの端末だけではなくて、前のねレドミー9の時にも言いましたけれども、とにかくねこのレドミーの9番のシリーズ、ですよねこのシリーズがまあ1万円ぐらいから3万円ぐらいまでの間に、まあねこうやってモデルを変えて、価格を変えて、もうぎっしり入っちゃってるんですね、で前の動画でも言いましたけど、本当に格安スマホの価格帯ですよね、格安スマホ完全制覇ということで、本当に隙がない、どこ行ってもこのねレドミーが出てくるということで、なかなかね他の新興 ユミネージさんであるとかブラックビューさんとかそういうね、えー、ちょっとこう中小のメーカーさんがあると思うんですけれどもあのそういうところもいろいろねコストパフォーマンスとかすごい魅力的な商品作ってますけど、まあ、あのこの大手のですね、まあ、圧倒的なクオリティともうこの価格ですよねもう本当にねちょっとなかなか難しいんじゃないかなというふうに思います。 まあ反面ですねこの価格帯にぎっしり入っているがゆえに同じメーカーさんでの,、ね、その端末の選択っていうのは結構難しいと思います、まあ、2000円とか3000円だったらすぐ、ね、上のモデルが買えますので、えー、購入する方としては嬉しい反面、ね、非常にこう悩ましいところもあるのかなという,ふうに思います。 まあただ、ですね、まあ、日本のユーザーが買うっていうことを考えると、このね今回紹介したレドミノート9はあんまり買わなくてもいいかなと思います。というのはやはり、まあ、3000円ぐらい出せばあレドミのの、ね、ノート 9S っていうものが購入できますので日本でも、まあ、要は5000円とかね、まあ、ただ実売行けば3000円ぐらいだと思いますので、えー、3000円ぐらいで上位モデルのレドミノート 9S が買えるのに あえてね、海外通販のリスクを冒して、このレドミ9を購入する意味はほとんどないかなというふうに思いますので、まあ私はあの興味で買ってるんですけども、普通の方は、まあ普通に日本で販売しているレドミノート 9S を買えばいいと思います。 どうしてもね、そのレドミの大人より安いのが欲しいって言えば、まあ確かにこっちの方が安いんでいいんですけども、あんまりさっき言った差がないので、そんなにまあ意味がないかなと思います。で、本当にもっと安いって言うんであれば、えー、前回紹介したレドミないんですね。あちらの3ギガモデル。これなら1万3000とか4000ぐらいになりますんで、そうするとやっぱ、まあ1万円近くは、 レドミノート 9S から安くなる可能性があるので、まあ、そのぐらいの高さがあれば、まあ、安い方を買うという選択肢もあると思いますので、まあ、ですので、まあ、ちょっと日本のユーザーからすると先ほど言いましたレドミノート9はあんまり意味がないので、まあ、安い端末が欲しいスペックはもう、ね、低くていいから安い端末が欲しいということであればレドミ9の一番安い 3GB モデルを購入されるのがいいと思います。はいというわけでね、まあ、とにかくレドミシリーズあまりに強すぎて選択するのは難しいということなんですけれども、まあはっきり言ってね どれを買っても価格以上のクオリティですので、本当にお値段以上なので、えーまあ、迷いますけど、どれ買っても外しませんので、その辺はね、本当に素晴らしい、ね、シリーズ、端末だと思います。はい、今回は以上です。